この前の時も言ったと思いますが、まだ休んだ時にですね、こうして、いただいてご苦労様でございます。この前も触れたと思いますが、7月までですね、2ヶ月間ほど、コロナですね、心配をだんだんこう連れてきた時代があったわけですが、3週間ほど前、4月にですね、発生して、以来、うなぎ登りといったようにでしょうか、もう前、あの時点では47例で止まってたんですが、今日の段階でいきますと、県内では昨日までが98、近で6だから、104か、7月以降も、勝っちゃったね。今日が6名ということですので、倍以上の数が、こう3時間ばかりで出たということで、お互いに 緊張感をですね、持っているところで、ございます。数値的にいきますと、昨日で98しないで、そのうち58、今日が今のところ6名で、しないが2名ということであります。図らずも思いがけずも感染された方が一日でも早いこう健康回復を願いたいと思っております。少しずつ流れが変わっていると思います。今回の始まりは福岡でダンスクラブですね、そういうところから波及してずっとこう広がりを見せたようでございますが、最近では感染事例ですね、飲食店等にもしていますし、通勤の家庭の方ですね、で、福岡のどこかでもらってきたというような方もおられるようであります。それが家族にこう広がりつつあるということであります。最近の事例というんですかね、市内にも中学生が2人ということですね。ちょっと我々も心配でところでございますが、家族的なですね、幸いにしてその部分は後でまた報告があると思うんですが、関係者ですかね、学校関係者の中には、陰性の陽性の方は見つからなかったと、陰性だということでございます。ただ、まだ広がる可能性も心配する部分も残っているようであります。これから先、家族的なものといえば、お盆を迎えて人の交流接触ですね、いろんな形で県外の人とも、接する機会が増えると思いますが、そういう中で十分やっぱり注意をして対応をしていかなければならないんじゃないかなと思っています。先週末にですね、佐賀市の PR 道中ですが少ないということでございましたので、急遽これを作ってですね、してますが、やっぱり一番上は3密対策ですね、それからマスク、そして手洗い、うがい等を行っています。もう我々ができるのはこの決定によってかなり防げるんではなかろうかということですね。こういった気持ちを持っていれば、こちらの方にも3密の方にもつながっていただきますので、そういうお願いをしているところであります。それと合わせて、先ほど思いもかけずというようなことでですね、お話をしましたが、そういう方に対する差別的なですね、偏見をするような言動、それから眼ですね、そういった視線は注意しなければならないし、合わせて私が今日この中でお願いするのは、図らずもそういう目にですね、自分があったときには、できるだけやっぱり医療機関等の指導等にですね、従って協力をしてほしいと。今これだけ数が増え続けますと、検査を含め医療関係者かなり今疲弊をしております。そういう中で、病院の言うこと等をですね、聞いていただけないという
になりますと、本当にこうやるせない、そういう医療関係で頑張っていただいている人たちはやるせない気持ちになります。ごくごくわずかな人かも分かりませんが、伝え聞くところによると協力ですかね、なんかこう反抗的な態度を取られるというようなことも聞いておりますので、そういうことを絶対しないようにしてほしいな、そちらの方も合わせて今度はお願いしなければならないというふうになりました。感染をされた方に対する思いやりと、感染された方も自分たちを支えてくれている関係者の皆さんに思いやりの気持ちを持っていただくようにして、これは誰がそういうような立場に立つか分かりませんのでですね、ぜひそういう立場でのお願いもしていかなければならないと、そういうふうにも思っているところであります。これ以上ですね、感染の数が増えておられる人も慌てないでいいような、そういう状況に、いわゆる落ち着いた状況にならんことを記念いたしまして、冒頭の私の言葉とさせていただきます。今日はご苦労さんです。